路線バスに乗って佐賀市の魅力を発見するこの番組。ここ佐賀駅バスセンターから毎回違う路線に乗ってバスルートを紹介していきます。今回もご紹介いただくのは井上さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。さあ今回はどんな路線をご紹介していただけるんでしょう。今回ご紹介しますのは若槻佐賀記念病院線、河野公園佐賀大学病院線、卸センター佐賀大学病院線、そして蓮池橋津線になります。まずはどこに乗りますか。まずは若槻佐賀記念病院線になります。じゃあ今日もお願いします。お願いします。じゃあ乗り込みましょう。若槻佐賀記念病院線は県庁前を出発し中央大通り佐賀駅バスセンターを経由して佐賀駅北口九電工前を通ります、はい、でその後国道264号線を横断し河野西若槻方面へ向かって終点は佐賀記念病院になります、今回も通勤通学はもちろんなんですが通院にも便利ですよね。はい、電通通りって書いてますけど電通通りっていうのはこの通りの名前なんですか。はい、この通りのシンボル的な建物が NTT の前身である電気通信業の電電公社の営業所であったため、通りの名称が電通通りになったそうです。次は西九大上園前のバス停です。はい、西九州大学に通う学生さんすごく便利ですよね。はい、また西九州大学短期大学部に通う学生さんは卸センター佐賀大学病院線をご利用いただくと西九大上園南で降りいただいて通学に使ってもらうことができます。まあ、各キャンパスに、ね、近いところを利用いただきたいですね。はい、国道34号線を渡って間もなく若槻小学校前バス停です、はい、この辺りは住宅街で通勤通学にはとても便利ですよね。またこの先北陵高校前のバス停があります。高校、短大、大学と学校に近い路線がたくさんあるところです、じゃあもうねぜひ世代を超えて利用していただきたいですよね。はい、まもなく終点の佐賀記念病院です。はい、ここね佐賀記念病院こうすぐそこ着きますけれどもこの路線って中心市街地を通ってしかも住宅街を通ってここ佐賀記念病院まで行けるので本当にこう通院される方なんかは非常に便利ですよね。はい、春になると田伏川沿いの桜並木も近くにありますのでお花見に利用してもらってもいいと思います。それもいいですね。ぜひご利用ください。では河野公園佐賀大学病院線です、はい、この路線は先ほどの若槻佐賀記念病院線と同じく県庁前を出て佐賀駅バスセンターを経由し鍋島にある佐賀大学病院へ向かう路線になります、まあね、病院へ向かう方も便利ですけれどもやっぱり県庁から出るとなると県庁とバスセンターをつなぐので本当に多くの人が利用できそうですよね。はい、昭和橋のバス停です、はい、ここからバスは田伏川沿いを北へ進みます。桜の時期になると川沿いには桜の花が咲き誇り観光名所になります、私もねこの辺りの桜毎年見るんですけど本当に綺麗ですよね。そうですね、河野公園のバス停に着きました。はい、まあ、河野公園といえばここも桜の名所ですよね。はい、そうなんです。河野公園は佐賀藩十代藩主鍋島直政公の別邸として1846年に作られ河野のお茶屋と呼ばれていました。現在は河野のお茶屋や閣林亭、子ども遊園地などの施設があるほか春は桜の名所として憩いの場になっています。
ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、佐賀大学病院に終点に到着しましたね。はい、ここ佐賀大学病院でも桜の木がたくさんありますので、うん、桜の花が楽しめますよ、うん、こうね、通ってくる途中にもこう桜の名所なんか通ってきましたので、はい、バスに乗りながらのお花見っていうのもいいかもしれないですね、はい、そうですね。でまた佐賀大学病院へは卸センター佐賀大学病院線もご利用いただけます。はい、皆さんもぜひご利用ください。続いて紹介したのは河野公園佐賀大学病院線でした。最後に蓮池橋津線をご紹介します。はい、この路線は佐賀駅バスセンターから県庁前を通り東佐賀蓮池公園を通って終点橋津まで行きます、うん、じゃあもう今から橋津に向かうわけですね。はい、そうです。はい、蓮池公園前のバス停に着きました。ここも桜の名所ですよね。はい、そうです。蓮池公園は旧蓮池鍋島五万石のお城跡のあった場所を公園にしたもので、池や築山が見事で桜や菖蒲の名所として知られています。うん、佐賀市営バスの蓮池方面への路線は、私どもの資料によりますと昭和20年に塩田を通っていた路線を南に延長させる形でスタートしました。そして昭和35年に現在の蓮池橋津線とほぼ同じ経路での運行を開始しました。その後新しく道路ができても古くからのバス停を通っているため、現在の狭い道を通る入り組んだ路線になっています。終点の橋津に着きましたよ。はい、あっという間ですね。はい、うん、佐賀駅バスセンターから橋津までのバス路線は、今回ご紹介しました蓮池橋津線のほかに国道208号線を通って諸富を経由する諸富橋津線がございます。時間帯によっては2路線の乗り継ぎも可能です。乗り継ぎされる場合はニモカカードの利用で最大50円割引の乗り割りサービスがお得です。さあ、橋津に着きました。ここまで3つの路線を紹介してきましたが、桜の名所を通ること多かったですね。はい、そうですね。バスを利用してお花見をするのもいいものですね。これからの季節楽しいでしょうね。そして今日までいろんな路線紹介してきたんですけれども、こう佐賀市内本当にいろんなところにバスが通っていて非常に便利なことがよく分かりました。はい、 IC カードも全てのバス会社で利用できるようになりましたので、バスを利用してお出かけしてみてもいいですね。はい、私ももちろんこれを持っていろんなところにお出かけしたいと思います。皆さんもぜひバスをご利用ください。ということで、井上さん今日までありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。